僕は7歳からやってるので、母がウクレレ弾いてたので、一番最初の曲を教わったんだけど、ウクレレという楽器は楽器としても思わないで、僕たちはただ、なんというんですか、遊びの友達みたいなもので持ち歩いてたんですよね。あのフラ、踊りの矯正楽器だったんです。で、そのフラ踊る人たちがウクレレがなかったら踊らないと言い出したの。フラの伴奏ね。だからだけど現在は音楽が変わってきたでしょ、だんだん少しずつ。で、それに合わせて弾き方が変わったと思うんですよ。例えスイング、ね、から何だってできるんだけど、例えあの単語なんかね。で、もそもそモダンになったら、例えかいろいろあるんですよね。手でこうできたら、そのリズムここでできるということなんです。みんなね、早く上手に、こんな小さい楽器で4弦ですぐ弾かれなかったらなんか諦めるんですよね、普通な人はね。辛抱強くないから、今の若い人たちね。だからね、僕言ったの、5分でもいいから毎日触ってたら弾けるようになると言ってるんですよね。あの機械みたいにやらないで、心から音楽を弾いてっていうことで。